こんにちは、こんばんは、おはようございます。アギコちゃんです。だー、28回来たよ。28回、新谷さんね、グリーンブレイクスルー。よいしょ。そんな難しいとこじゃねえな、課金キャラがいれば。課金キャラ、キャラクターがいればね。アシュラでもいいしね。何でもいけるさ。俺ね、まだ起きたばっかりだからね、辛い。まさに9時43分、9時41分の時計だけどね、これね。そしてフレンドがいない。すでにフレンド枯渇状態。この限られたフレンドの中でやるのがね、また一つの醍醐味でもあるんじゃないかな、現在のフレンドシステムでは。いくぞ、次右上に入るんだ。それで、ハカーはどこに行くか、ずれるかだよ、これは。左ずれるかな、これは。あ、大丈夫だった、全然。まあいいや。ちょっと考え物なんか動きます。失敗しそうな気がするね、この道が。よし、次が、下、入れて。うまくやろう。そして次がセンチメンタルジャーニーだね。センチメンタルジャーニー。まあここで倒して攻撃アップいいな、めちゃくちゃ欲しい。まあでも我慢しよう。ここの場所あんま良くないんじゃない、かぶってね、ボスと最初から。やばい、まあでも3体で倒せるでしょう。あえてこれはここにある。中途半端なやつだなお前もよ。ゴストさんよ、ここはまれないんだよな、横だから。おりゃ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 。次は上、いいよ、倒す。次は右下、地味にむずいよね、こいつ頭でっけえからさ、当たる範囲がいまいちよく分かってないっていうね。若干端っこの方はないも同然なんですよね。めちゃくちゃいいとこにいるな。なんでどうしたの、ゴースト。めちゃめちゃええやん、その場所。さあ次、ネクストタイム。ん、ここか。うわ、めちゃくちゃいいとこにいたんだな。うわー、マジかよ、これ入れねえよ、こんなところ。あ、やだ、変な倒した、変な倒しちゃった、変な倒し、変な倒し方しちゃった。あー、大丈夫そうだね。あ、でも微妙かな、下来るでしょ。あ、大丈夫だね。で、上倒せばいいんだ。で、はっきり言ってここはあれでござんすよ、雑魚優先で倒さないといけないから、左下のやつを倒そう。逆にスピードダウンしてくれるのがありがたいと思うんですよね。逆、何が逆なのか分かんないけど、まあいいや、どんどん行こう。うわー、いいじゃん、めちゃくちゃいいのか分かんないけど、まあいいや。それ全然ダメや。どうしようかな、右当てて左当てて、センチメンタルジャーニー。あ、弱点が来てるからちょうどいいや。まだ死にはしないしな、失神でもしてくれればね、ワンチャンあると思ったけど、全然特急 M じゃ失神しないね。 OK、 よかろう。じゃあ本気を見せてやろう。それ、え、マニアック、その動き。ああ、これストライクショット打ったらどうなの、倒せるかな。まあ、試し打ちね、ほとんど使わない。おお、ストライクいい、めちゃめちゃいい。で、次はどうすんか。あ、ここか。よいしょ、いいね。うわー、センチメンタルジャーニーちゃん、それはひどいわ。ゴスト当ててよ。おー、これ倒したね。
めちゃくちゃ倒したね、これは。あ、でも次、やばいね。次は悲しいね。さ鼻ごめんね。起きたてはいつも鼻がつらい。次は右下なんだよな。それ草入れ。うわー、ミスっちゃった。うん、すげえ場所が微妙。使いますもん。いいね。オッケーオッケー、全然オッケー。よろしかと倒して倒せないか、まだ。あと次か、回復も取れていいね。まだ弱点、弱点じゃない、大丈夫だ。はいはいはい、うん、そうだな、はまれないんだよ、まだね。ほぼほぼ動けないし。あ、でも悪くないんだね。こっちから入って上に向けて、そうそう。あ、ここはサソリなんだ、俺知らなかった。おお、あーあーあっ、あそこ間いいんじゃない、入れるんじゃない、ここ行くよ。それめちゃくちゃいいじゃんね、意外と良かった。抜けます、よし。ここはそんな難しいところじゃない。ほら、どこ入ってんだ。痛て、結構痛えな、おい。なるほど、おお、そういう感じなんだ、そこは。おお、いいじゃんいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいやん。やめて、そこ。あ、でもいいね、ここは次右側入りやすいじゃん。ちょ、回収してから、回収してみるから。オッケー、攻撃ダウンしてるからね、ここがちょっぴり痛いね。おいおい、答えでしかねえじゃんか、そこよ。バカ野郎、お前。危ねえぞ。やっべっぞ。こう。左側。間だ。おお、見事間入った。いいね。ラッキー、まあ、グリーンブレイクスルー。グリーンブレイクスルーね。あとね、アシュラとかでもいいんだよね。アシュラ入れても全然クリアできるし、フレンドのゴストも意外と中ボスワンパンできたからね、いいかもしんない。そんな動画だね、これはね。あっ、スピクリで中心玉、ラッキーじゃんこれ。よっしゃ、これはいい、嬉しい。はい、さあみんなもね、頑張って覇者の塔登ろうぜ。以上、ギコちゃんでした。バイバイ。